すがですね、スーは。あの雷神をボコボコにする宣言とは。まあね、雷神がいくらすごいって言っても伝承に残ってるくらいだからおじいさんでしょ。私たちの若いパワーはおじいさんなんかに負けたりしないのだ。スーちゃん、おじいさんかどうかはわからないよ。そうですね、私たち若いですもんね。確かに若さは力。若いということはそれだけ多く成長できるということ。二人とも昔に比べればはるかに成長しました。それにここには優れた錬金術師がたくさんいる。力を合わせればきっと雷神だって打ち倒せるはず。そうでしょ。もちろん。頑張ろうね、ルーシャ。そうなものってなんだろう。そうですね、雷が鳴ってる時にはおへそを隠すけど、それっておへそを取られないようにだよね。つまり雷はおへそ好きと。ふむふむ、ってことはバルギオルもおへそ好き。わかった。みんなでおへそを出した服を着ていけばバルギオルの隙を作れたり。なるほど。じゃあ急いでおへそが出てる服に着替えてこないと。そうですね。おへそでバルギオルを魅了。これしかない。完全に突っ込むタイミングを逃しちゃった。二人ともまさか本気じゃないよね。おへそで魅了か。私のおへそでも効果あるのかな。ファルギオルの復活、完全に予想した通りになってしまったね。もちろん、伝承の存在を知ってさえいれば誰にだってわかることだよ。現に君たちにも忠告したじゃないか、変えられない未来があるって。わかんないよそんなの。知ってたならもっとしっかり教えてくださいよ。もし未来を知ってたとしてもファルギオルが復活することは防げなかったさ。大事なのは今、どうやってファルギオルを倒すのか。それこそが僕たちが考えなければならないこと。リリー、スー、君たちのこと頼りにしているよ。はい、アルトさんのことも頼りにしてますからね。待たせたわね、みんな。ファルギオル討伐作戦まとめてきたわよ。あ、ミレイユさん、一体どんな作戦なんですか。作戦って言っても単純なんだけどね。動ける錬金術師を二班に分けるわ。まずは第一班、これは今準備してもらってるユルメリアさんとルーシャちゃんのお父様ね。二人と騎士団員が総出でファルギオルを足止め、可能な限りダメージを与えるわ。その後第2班、今ここにいるみんなとマティアス、つまりいつものメンバーがとどめを刺す。人員が少ないからかなり強引な方法だけど、
多分これが一番確実なはず。この作戦が成功するかどうかは第2班みんなのチームワークにかかってるわ。いつもの調査みたいにファルギオルも上手に料理しちゃってちょうだい。はい。よし、じゃあ第一班にはもう出発してもらうわ。その間にみんなは準備を進めておいて、準備ができたら私に声をかけてちょうだい。それじゃ一旦解散。やることやること。さて行き先は。お、帰ったか。なあ、今から旅行でもどうだ。はあ、お父さん分かってて言ってるでしょ。旅行はまた今度ね。私たちやらなきゃいけないことがあるから。雷神と戦いに行くんだろ。ルーシャの親父から聞いた。別にお前たちじゃなくてもいいじゃないか。そんなの他のやつに任せておけば。ううん、それじゃダメだよ。ここは私たちが住んでる場所なんだから。私たちが逃げ出したら一緒に戦ってくれるみんなに顔が立たないもん。安心してお父さん、雷神くらい一瞬で倒してきちゃうから。よし、じゃあ早速準備を始めよ。何がいるかな。こんな時でも俺は。くそ。何作ろう、どれ作ろう。これで平気？よし、どの触媒がいいかな。よしよし、順調だね。この調子なら。
かな。あ、うまくいってる。この調子ならこれでいいかな。どうも、ここまではバッチリみたい。毒性はどれにしよう。これで平気？なかなか上手にできました。触媒で材料はっと、いざ、どの触媒がいいかな。触媒で一味加えよう。よしよし、順調だね。なんか変な感じ。よしよし、順調だね。まだまだこれから。ここしかない。調子ならこうするとどうかな。わあ、本に書いてあった通り、ここに入れてみよう。わあ、本に書いてあった。よしよし、順調だね。ここで隠し味を。これならどうだ。これでいいかな。よし、とりあえずできた。やりました。準備はいいの？わかったわ。それじゃあみんなが揃うのを待ちましょう。よし、これで全員ね。さて、そろそろ。姉貴、第一班から報告。
取り急ぎ足止めに成功したってさ。了解。それじゃあ第2班出発。みんなよろしく頼んだわよ。次の予定は、さあ行こう。ないの。すみません、師匠。あれがファルギオル。あの、イルメリアさん、お父様。あいつの攻撃を食らってね。幸い命に別状はなさそうだけど。師匠、大丈夫ですか？あ、傷だらけ。平気って言いたいところだけど、そろそろ限界。足手まといになる前に交代するわ。できる限りのことはやったつもりだから、頑張りなさいよ、リディ、スー。絶対あいつを倒してみせますから。うん、行こう、スーちゃん。大丈夫？口当てろ。痛かったらごめんね。
客の人間ども、我を侮ったこと後悔。ダメ、逃げて逃げて、二人とも。あはは、体が動かないや。ちょっと調子に乗りすぎちゃったみたい。あの世に行ったらお母さんに会えるかな。止めて、どうぞ。させないよ。これが雷神ファルギオル。思っていたよりもしぶといようですね。そうみたいだね。でもこれ以上好き勝手はさせないから。私たち生きてるの？どうしてファルギオルにやられたはずじゃ。もう大丈夫だよ。プラフタ、この子たちをお願い。わかりました。二人ともこちらへ。ソフィー、あなたは？私はもう一発ぶちかます。本気で行くから。貴様、人間にしてはよい。次に間に合った時は必ず滅ぼす。危険です。ひとまずここは体勢を立て直すべきかと。うん、とりあえず応急処置だけしとこうか。体中が痛かったのに一瞬で治っちゃった。もしかして魔法使い？ううん、ただの錬金術師だよ。ただの。先生、助けてくれてありがとうございました。けど、どうして？都に着いたらリアーネさんと出くわして、それですぐに駆けつけたってわけ。それよりフィリスちゃん、お話ができそうな場所まで案内してくれる？ファルギオルを放っておくわけにはいかないからね。どうすればいいかみんなで考えないと。はい、すぐにご案内します。みんなお城に戻ろう。